オーバンは、鶴目ク,クイナカオーバン族に分類される鳥類の一種。オーバン族の模式種。全長32から39センチメートル。翼開長70から80センチメートル。和名はバンよりも大型であることに由来する。頭部や頸部は黒い羽毛で覆われ、頭頂や後首には光沢がある。胴体は、開国色の羽毛で覆われ、上面は青みがかる。 おばき深面は黒い羽毛で覆われる。おはの色彩は黒褐色。自律風切り先端は白い。光彩は赤や赤つ色。くちばしの色彩は白い。上、くちばしから額にかけて白い肉質で覆われる。牡蠣は講子の色彩が黄緑色や六小色。陶器は講子の色彩は海緑色。ひなは黒い綿輪で覆われる。 目先や喉は赤い、顔や翼はオレンジ色の綿輪で覆われる。幼鳥は全身が黒褐色、喉から胸部が白い羽毛で覆われる。目の周囲から目後部にかけて白い斑紋が入る。くちばしの色彩は紅白色。足にはこの波形状の水かきがあるため、番よりも泳ぎはうまい。故障、湿原、水田などに生息する。 批判食期には大規模な群れを形成することもある。英名、苦とは、鳴き声に由来するという説もある。食性は、植物食傾向の強い雑食で、主に水生植物を食べるが、魚類、鳥類の卵や、ヒナ、昆虫、軟体動物なども食べる。繁殖形態は卵生。水辺や水生植物の中に植物を積み上げた、皿状の巣を私有で作り、 1>, 1から13個の卵を年に2回産む。私有交代で放卵し、放卵期間は21から24日私有ともに育成を行い、年に2回以上繁殖するため先に生まれた幼鳥も育成を行うこともある。国際自然保護連合により、軽度懸念の指定を受けている。日本の以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。英名、区とは、 ケルト族の本種を指す故障に由来するという説もある。千葉県阿弥子市の指定の鳥である。番と異なり狩猟鳥獣に指定されていないため捕獲は違法となっている。ありがとうございます。